石書9月18日から1990年6月6日は昭和期のソプラノ歌手。本名は秋山種子、岡山県出身。小学生の頃からことに親しみ、上京後、東京府立第二高等女学校から東京音楽学校に進学。ドイツリートをマルゲレーテ・ネットケレーベに指示。在学中に結婚し、本家を主席で卒業後。 坪内うち商用原作、山田工作作曲の歌劇、落ちたる天女で楽団デビュー。クラシックのソプラノ歌手として活躍を始めた。落ちたる天女の抜粋をコロンビアレコードに吹き込んだのが縁となり、1931年同社からデビュー。窓に持たれて、嘆きの夜曲、明美の歌、日本橋から、など、主に初期の小賀メロディをヒットさせている。また、 1935年には、進行映画、突破無伝の主題歌、雨に咲く花が、約50万枚を売り上げるヒット。この曲は、日中戦争開戦後、歌詞がめめしいという理由で、発禁処分となった。1936年、国民歌謡が始まると、奥田良蔵らと共に、しばしば歌唱指導に起用された。1937年、ポリドールに移籍し、 ジャガタラ文、初恋の丘、明日なき恋、千人張り、千人くんの歌などをレコーディングしている。一方、武蔵野音楽学校や東洋音楽学校で講師を務め、戦時中は軍事工場への妹にも参加した。戦後は、藤原歌劇団、東京オペラ協会などの公演に出演。グルリットオペラ協会にも参加し、1956年には、長戸美穂、 佐藤義子、四谷文子らとコンセール F を結成した。また、国立音楽大学、名古屋芸術大学の教授、東京芸術大学の講師なども務め、文科生も多数輩出している。1974年に指示法賞を受賞。1981年には、訓四等法官賞を受賞した。1990年6月6日に、人不全で死去。 満八十二歳没。娘は、女優の関広子である。結婚前の旧姓が秋山であり、歌声運動で知られる、関関氏との血縁、隕石関係はない。代表曲の一つ、雨に咲く花は1938年、あわやのりこが歌詞を変更して、日暮れの窓で、の曲名でカバーしたがヒットせず。戦後、1954年に、山地恵里子が、 原曲の歌詞でカバーするがヒットせず。しかし、1960年に、ロカビリー歌手の井上博士がカバーすると席のオリジナルをしのぐ、約100万枚の大ヒットとなる。この時2番と3番の歌詞を誤って歌ったことも、話題になった。オリジナルの席、リバイバルヒットとなった、井上ともに、B 面吹き込みである。その後、 1967年に、三島敏夫がカバーし、1969年に、あわやが原曲の歌詞で再吹き込みし、1972年に、ピンカラトリオが、1975年に、ミソラばりがカバーし、さらに、石原裕二郎と、大月宮子が、自身のアルバムに収録した。1991年に、青江港、 山口蘭子の共作で CD シングルとして発売し、1991年11月時点で日種合計で7万枚近くを売り上げている。1990年制作のアメリカ映画、愛と悲しみの旅路では、関の歌う原曲が挿入歌として使用された。ありがとうございます。